って、ダイレクトの差し込み、ダイレクトの差し込み使って、ちょっと狭いだから、そう、ダイレで、ほら、ダイレで入れないとなかなか通らないぞ、ちょっと狭めだから、ダイレの差し込み持ってないと。さっきやったパソコンと一緒で、ここで風化のボール、こういう感じで準備して、いつでもダイレクトに打つ、ダメだったらこっち変えればいいから、常にダイレクトでこうやって打てる準備をする、最初からこうやって止めることありきにならない。で、この間もやったように、ここの差送パス交換のところと、あとここの差し込むパスのスピードと違うから、この差すパスをダイレクトで入れる準備してないと、なかなか全部止めてだと入んないから。ダイレクトでこう誘うボールの速さとスタンってこうやって入れるボールの速さと使い分けて OK、はい、ゴー。